りあえず監督一旦じゃあその読み終わった上でのなんか、はい、総評といいますか、確かにございますか。まあ、まずモンスターの存在にちゃんと意味がある必要があると、はい、しかもなぜ今その映画を作るんだという意味でも、ね、はいはいはい、なぜ今撮るのかっていうところですよね、はい、そのモンスターの理由付け意味付けとキャラクターたちの背負ってきた背負っているもの人生っていうのがやっぱ交錯して、うん、でクライマックスを迎えるっていう、うん、そこはやっぱりないと、うん、ダメかな。まあ多分基本的なことではあるんですけど、やっぱりたくさんこの作品を読ませてもらったことで、うん、よりその辺が、はいはい、しっかりやんないとダメなんだなっていうのはすごく、はいはい、勉強になった、勉強になりました。いや本当そうですよね。逆にまあ、ほとんどがやっぱりこの間みたいに予算にこうはまってない感じだったので、はいはいはい、あの予算にはめるのは本当難しいなと。そうですね。各位でもそれはもう私もその仕事としてやっててもいつもそうなので、うん、それが面白くても実現無理だったらそのダメっていうふうにしなきゃいけない、はいはい、もう感覚ですもんね多分もう。そうですね、まあ、日本 の, その低予算になりすぎて想像が貧困になりがちっていう問題もそれはそれであるんですけど、そうですね、そういう意味ではやっぱりこうあのどう考えても低予算でやる短編のこの企画にこれを送ってきましたかっていうのはこう思いながらもやっぱりすごい新鮮にやっぱりそれをぶつけてくるっていう思いをなんかすごく新鮮に受け止めることができたなと思って、ちょっと そういう意味でもちょっとちょっともうちょっと襟を垂らさなきゃっていう気持ちが本当にならせてもらえて、そこは良かったですけど、ね、あそれは良かったです。感覚としてはなんか、まあ、これ作ったものはどうせみんな予算ない中作ったんだろうなって見て分かってみるわけじゃないですか、うん、でもその中でもあなんかあここまでいけんだみたいな、はいはい、そういうなんか工夫というか知恵みたいなのは、うん、なんか欲しいなとは思っちゃうっていうのは思いましたね。やっぱりまるまるこれを映画化しましょうっていう本は、うん、まあ厳しい言い方上 ないっちゃないのかなっていう。ないですね。もうきっぱり。これは本当にでも難しい、うん。全部取るのがむずいですよね。抑えるポイントがね、はい、うん。なるほど。ただ全部を抑えた方がいいですね。はい、はい、そうですよね。偏ってもしょうがないですもんね。特にしかも日本初。モンスターパニックだよ、うん、ここまで考えてんだ、はいはいはい、だやっぱり見ている人が思ってないほど、まあ、例えば撮影の仕方を実は裏で工夫しているからこそあれこれどうやって撮ってんだろうって分かんないけどすごく面白いものを見せてもらいたいとか、うんはいはい、あとはやっぱりその物語の深度ですよね、その深さ、うん、あここまで考えて作ったんだって、うん、なんかあのチラシ見たらバカが集まってバカ3人が集まってバカが集まってなんかノリでなんか作ろうみたいな感じに見えるけどあ、うん、ここまで集まってマジえこれマジすげえじゃんみたいな、はい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 、これマジで世界に出せるじゃんっていうものはやっぱ作らないといけない。そうですね、確かに確かに、うん、ほどほどでは、うん、ちょっとやめた方がむしろやめた方がいいっていう、あ、はい、とことんやんないとですよね。これいいじゃないですか、そうですね、3人がそうですね思える、はいはい、ものがいいと思うんですよね。まあだからそのさっき言ったその、監督もおっしゃってた、なぜ今やるのかみたいなところも大事だとは思うんで、まあでもどっちにしろそのまずモンスターと設定はちょっと絞っていかないとなっていう気が、うん、特にここは我々が責任を持って考えなければいけないと思うんですよね。でその細かいところはもちろん井文さんとかお願いするとしても、うんはい、何をよ面白いと思ってっていうのかっていう軸は絞んないといけないかなって思うんで、うんはいはい、なんか今出てるあの皆さんから送ってもらったやつも含めてなんか設定これありじゃないとか、うんうん、展開として、まあ、骨としてこれありじゃないみたいのを書き出していきます。そうです、なるほど、一旦できる限りそこから浮かび上がってくるモンスターはどれだ、そうです、何が当てはまるかっていう。はじめまして。はじめまして。はじめまして。ジャガモンド斉藤と申します。白石浩二と申します。佐藤井文と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、すいません急にお呼び立てをさせていただいて。光栄です。ありがとうございます。一応モンパニ映画の、はい、脚本公募脚本家やった時に、はいはい、50通ぐらい来たんですよ、はい、作品が、はい、
でその中でもいろいろバラバラいろいろ良さはあった中で、はい、いふみさんが書いていただいたのが非常にこうあの刺さると言いますか、はい、まあなんていうの文体っていうんですか、なんていうんですかね、その、まあ、キャラクターの立て方とあとはその背景の作り方で物語の集約のさせ方っていうのが、あこれはもうあの分かってる人っていうこともあるんですけど、あの物語を作れる人、キャラクターをあの育てられる人だなっていうふうに判断して、その点は嬉しいですね。ちょっとまあちょっと他の方よりもやっぱりちょっとあの抜けてる頭こう、はい、頭ちょっと抜けてる印象をやっぱり持ったので、はい、でそれで私がちょっとこの方はなんか関わってもらえると面白くなるんじゃないですかねっていうお話を した感じです、はい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 、ニコニコしちゃいますね監督にこんなこと嬉しいですよね。嬉しいですよ。何者なんですかっていうそのざっくりな質問ですけど、はい、どういうこう今まで要は書いたこととかはあるんですか今までは。あ、はい、そうですね、主に小説をあの普段は書いていて、うん、まあ、ネットの方に投稿したりとか、うん、まあ、そういうことをもう15、6年とか やってるって感じ。もういつも小説を書いてるっていう感じ。すごいな。どう知ってくれたんですかこのモンパニ映画制作計画を。あの、はい、普段生活がとても寂しいんですよ、うん、はい、そうするとどうしてもやっぱり現代では YouTube に端的するということになりまして、はいはい、その中でシネマンションに出会い、はあ、まずシネマンション、はいはい、はい、で、ああ面白い、はい、で、あの斉藤さんの、はいはい、余計なお世話に行って、はい、見てるうちに、うん、なんか始まったぞ募集してる、うん、で、あの見てみたらこう縛っていただいてるじゃないですか。はい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 、こうこう、はい、はい、まあこうしたいとかしたいとか、その縛りの中でやるのって楽しいですよね。ああ、なるほど。じゃあもうしっかり、はい、あの情報の出し方に乗っかっていただいたってことですよね。そうです。出してよかったってことですよ。出してよかったです。あれいろいろ考えましたもん、ね。考えました。あ、そうなんですか。なるほど。あと短いっていうこと。あ、短編でって、はい。はいはいはい。それでじゃあちょっとあのやってみようかなと思って一本書いて。はい。で出そうと思ったら伸ばすって、あ期限をね来たんで、はい、もう一本買いました。なるほどなるほど、で日本行けるぞってことで送っていただいた。はあ、もうちょっと抽象的に書きますね。はい、はい、貝の書き方がすごい特徴的です、ね、すいませんタコみたいな、タコ好きだから、タコ好きなんでね。人間側の設定でもいいですか。全然やっぱ貧困にこっちに書いていきましょう。はい、そう、俺もトー横キッズキャラクターでなんかできないかなって前から思ってたんですけど、はい、そういうなんかね、強盗やるにしろ、うん、一攫千金狙いにしろ、闇バイトにしろ、まあ、ね、根本はこれだと思うんで。そっか、そうですね、根の部分とか。トーもちょっとよくわかんないけどね、いや、いいですけど。まずだから闇バイトですよね。あ、はい。なんかいけそうなとこ、匂いもしますよね。誰しも貧困で喘いでますんで。はいはい。なんかないですもんね。あとみんなから来たのに何だっけ、あと地下、地下か、そうか、と地下世界、はい、ああそうだ、やっぱり人間側の問題と絡んでないと、そうですよね、うん、結構やっぱりこっちの人間のキャラクターの設定みたいなのを考え、うんうん、で そこから立ち上がるものがあるんじゃないかなと、結びつく可能性もありますよね、はい、例えばベタにそのホラーではもうおなじみになっちゃったけど、うん、ライバーさんみたいなユーチューバーとか、うん、バズりたい目的 その配信者とか、うん、っていうのもありだと思う。そう、なんかメインに置くのはもうちょっと違うかなと思っちゃって、うん、あの高校の人たちが、そうね、うん、もう擦られまくってるじゃないですか、うん、割ともうほらおなじみになってるから逆に古くなっちゃったみたいな。そうやりすぎて、主人公とその周辺がやっぱりそのなんですかね、善の人じゃないっていう、はいはい、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも、ね、こうクソクソとも伝われた、まあ、はぐれ者っていうか、そうそう、はぐれ者で、まあ、ルーズだね、ルーズだね、まあでもやっぱりみんな犯罪を犯してるやつらばかりじゃないですか、うん、はい、でそこはやっぱりね乗れるところなんです。そうっすよね、確かに淀みの象徴になる、うん、モンスターがいいような気がちょっとしてきます、ね、うん、こうなってくる、こうこの人たちと相対するんです、はい、そうですよね、何と戦うのかですもんね。それを打ち負かすことで、あのなんか紐づいて本当現実の本当のなんか何かも、うん、ちょっとなんか
抽象的に今具体は出てこないですけど、なんか見えてくるといいなっていう気がします、ね、いやだからその本当に送っていただいてありがたいですし、僕らの中でもなんかまあ今一応こう、モンパニー映画の骨組みの部分をついさっきまでもちょっと話し合ってきたんですけど、ここからまたその脚本を作んなきゃいけないっていう風になってきてまして、でその上で井文さんにぜひそのよろしければなんですけど、はい、一緒にこうこの後、まあ、シナリオチームじゃないですけど、はい、一緒にこう脚本を練り上げていくところに、はい、ちょっと井文さんの力が欲しいなと言いますか、はい、ご尽力していただけたらという気持ちなんですけど、はいはい、ちょっとこの方はなかなかない才能なんじゃないかっていう風にやっぱり言ってましたね。気絶しそういない。いやでもやっぱりいろんな方とその、はい、私まあ結局最後は自分で脚本を書き直すことが多いんですけど、まあ誰かとあの誰かに書いていただいても、はい、でいろんな方とやってもなんかあこんなバランス感覚でこんなキャラ立てもしっかりして、でこれはなかなかいないなって本当に、うん、ちょっと失礼かなその今まで仕事した人に。いや確かに。でも本当になかなかそう言っちゃうとそうなっちゃうから、なかなか出会えない、こういう方にはなかなか出会えないなっていうふうに思ったんで、はい、いやそうっすよね。ちょっとありがとうございます。ぜひっていうこれはもう、うん、逃したくないなっていう、むしろ、まあ、入れ込みたいですよね、はいはい、生きててよかったなっていう感じで、はい、そのやっぱお力をこういただきたいという、はいはい、気がしてまして、どうです率直にお気持ちとしては。よろしくお願いします。おー食い気味でよろしくお願いします。いいす、早い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 もう早いうちに食い気味、早いうちに切れないと、そっかそっか、はい、迷っちゃうと、そっかそっか、間髪入れずに一緒にやっていただけますか今後も。じゃあはいお願いします。うわぜひぜひ、ありがたい、やりましたよこれは。やりました。いやぜひ、僕がやりましたね今回。いやいやいや、ちょっといい判断だったなそこであそこでフラッと思っただけなんですけども、はい、思いつきですもんね。いや本当にそうなんですねこういうのって。ああはいはい、急に来るもんなんですねやっぱね。なんか書けそうだなと思ったんですよね、はい、はい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 、ピンときたってことですもんね YouTube 見てて、はいはい、そうです。ちょうどあとあのモンスターもあの登場させるなら矛盾なく登場させなきゃいけないじゃないですか、うん、はいはい、あもうその前提が素晴らしいですよ。そうですよね、そこが素晴らしい、そこからですもんね。もうでそれを思いついたんですよ、はいはい、こうすればまあまあまあ、はいはい、自然じゃないかなって、うんうんうん、でそれではできるかなと思って書いたら楽しくて、あでもよく、あ一番いいですよね、楽しく書いてくれたっていうのがね、はい、楽しかったです。でこ我々もこうなんかなんとなくの枠で、あ山に行って負け者出てきて戦うみたいな、こうちょっと枠で考えてましたけど、うん、突き詰めるとやっぱこっちの方が面白いなっていう感じはします、ね、もう今この時点であれですよ、こうあの3人のバカが集まってやろうとしているモンパニからはもう外れてますから。お不倫になってますか、バカっぽい3人っていうのちゃんと不倫になってそうです、ね、みんな舐めてるという、不倫になりましたね次のステージも入りました。入りました。あ今この瞬間に。ただのバカならここにはたどり着かないです。そうですよね。ここだけ、なんだろうな、あの、単体は成立してますよね。そうですね。全然ね。だここだけ考えても全然いけそうだから。それで一回。てか、なんかこれしかない気がしてきちゃうな、もう。そうですね。そうね。たどり着いてきちゃった感ある。ありますよね、早くも。はい、面白そうで。面白そうですよ、ね、いや面白そうですよ、これ面白そうですよ、面白そうですよね。これできたらやばいですよ多分。なんか抜け目がないですよね、はい、脇が甘くない感じがちゃんとする。じゃあ一旦今日はこんな感じで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。明日有意義でした。いやいいんじゃないですか。いや売れるぞこれは売れますよ、売れるぞこの佐藤さんというこの確かに得難い才能ねえ繋がったっていうのは、だって監督もそういう今まで会ったことないような人に会えると思ってっていうのもありましたもんね。 その楽しみがすごくあったので、もうその第一弾と言いますか、あら早速お会いできたっていう、ね、あらって返しちゃいましたけどね。いやーゆうみさんこれ嬉しいですよね嬉しいです。いやもうなんならちょっとそのうちお仕事とかもご相談させていただけたらっていう、あらちょっと思ってますんで。わかりますよ。でも監督とご一緒するのは変な感じしますよね。
僕もずっと変な感じはしてますから斎、ね、まあ、藤さんとご一緒してるのも変な感じですけどね。あ、そうですか。じゃあみんな変な、みんな変な感じ。画面の中で見てましたあとこの、はい、あ、そのままの方なんだなってお二人とも。あ、そうですか。裏表ないですか。そのまま急に怖いみたいな感じ悪いみたいな。そんなことはないです。全然そのままでやってらっしゃるんだなあ、それもいっぱい言ってください。いい人だったいい人です裏表のないいい人ですっていうのいっぱい言ってください助かります。そうするといや、ちょっとやりました。ちょっと楽しみです。はい、楽しみです。ありがたい、ありがたい、はい、ありがたい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。